芝が休眠で勢力が弱まるにつれて雑草勢力の方が有利になってきます。芝に紛れて雑草がいるの分かりますか？ここ似てますね。一見気づかない、これメヒシバといって雑草です。初期だとこうやって簡単に株で抜けます。種の発芽率がむちゃくちゃ高いんで毎週点検して穂をつける前に必ず取り除きます。これもよく生えてくる型バミ、シロツメクサに似てるけど分類学上は全くの別物。芝と同じくホック系でどんどん広がってくるんで根っこごと取り除きます。土壌の酸性が強いとどんどん芝の間に進出してきます。これはチドメグサといって同じくホフク系でどんどん芝を侵食します。地表にネットのように広がる根を全部取り除きます。チドメグサは主に3種類、葉の切れ込みが浅く茎の切れ込みも狭いのが基本系のチドメグサ、葉っぱが似てるんだけど茎の切れ込みが広いのが大チドメ、葉の切れ込み自体が深いのがノチドメです。うちのには1週間で同時に3種類全部揃いました。チドメグサっていう名前は昔は止血剤として使用していたからだそうですね。ほらこんな風に細かい根で全部つながってるんですよ。放っておくとグラウンドカバーして芝を侵食しちゃいます。さて土壌 pH と雑草の関係についてちょっと触れておきますと、高麗芝は弱酸性、中性が7ですから6から7の pH のゾーンを好むのに対して雑草は酸性よりを好みます。5とかね 4.5 とか。化成肥料を上げすぎると土壌の酸性が強くなって芝よりも雑草有利になることがあります。逆に肥料が少ないと芝が養分不足で弱ったところを雑草は痩せ地に強いんで相対的に雑草有利になっちゃったりします。このバランスが難しい。これからの季節は芝が次第に養分を吸わなくなるんで肥料の上げすぎは雑草に武器を与えるようなものです。ちょっと気をつけなきゃいけませんね。バロネスの目土とこ土が高いのはこのような雑草とか病原菌を完全駆除してあるからなんですね。しかし綺麗な目土を使っても雑草の種はあらゆる手段弱いとこ狙って毎日攻めてきます。雑草敵キャラを調べて弱いうちにコツコツと取り除く、新種が来たらまた調べて勉強する、まるでアドベンチャーなんですよ。油断すると敵勢力がぐんぐん強くなってね、群がって芝を攻めてきます。だから晴れても雨でも待ったなしなんです。毎週末点検して雑草取りを楽しみます。これも芝生の醍醐味です。雑草も取ったし、これからの季節注目は釣りキップさんの豆芝動画ですね。芝生の越冬にもチャレンジしてるみたいですよ。はあくまでも鉢植えでの情報になりますので、じゃあ実際のお庭の芝生はどうなっているのかを見ていきたいのですが、それを、東京40マイルさんにお願いしようと思っています。楽しみにしていますので、ぜひともよろしくお願いいたします。やばい、期待されてる。このチャンネルでは一般家庭で芝生を育てることに関心がある人向けに、我が家の芝生で実際に得た体験を題材とした動画を公開しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。